田舎のいいところ田舎のいいところはねやっぱりその人の目をやっぱり変に気にしすぎないでいいというかもう全部あのいいところが悪いところになるんだよ田舎と都会って今でこそそれでだって俺言ったらもう俺配信だけしていい状態で住むんだったら俺と田舎行きたいしな普通に田舎の人ってなで東京来たがる あまあ多分その質問するってことは自分が田舎の人ではないと思うんだけど多分その田舎の人に対するイメージというか田舎の選択肢の狭さをちょっと舐めてるというか知らなさすぎるんだろうなその自分が当たり前に享受している恩恵をがどこにでもあると思ってるそう遊ぶ場所もない飯食う場所もない人もいない 仕事の幅も少ない。もうとにかく何もかもが少ない。でももともと関西に住んでる人たちはさ、関西ってすげえ便利だし、動く理由マジでないような気がするけど、外から関西に移住するってなったら結構ハードル高いよな。多分それは、関西済みには理解できないと思う。それこそ変な意味じゃなくて、 その人種が違う感覚がある。その言葉ももう明らかに違うし、なんかそのノリとかも全然違うじゃん。し、なんかその、果たして本当に暮らしていけるのかという漠然な不安がすごく強くある。その実際行ったらどうかってより、なんか行く前にそこで一回もう思考が停止しちゃう。ストップしちゃう。 特にやっぱね、俺らみたいな根が暗い人間だと余計じゃないか。まあでも、さっき大阪結構人間があったかいみたいなコメントもあったけど、ほら、さっきも言ったけど、やっぱ根が暗いと、その人のあったかさって、受け取り手によってはやっぱ邪,邪魔というか、その、それがストレスなこともあるからね。言ったらその、 タクシーでめっちゃ話しかけられるの嫌だとかさなんかそ,そういうのってま,あまさにそうじゃんでそういう人は逆に東京がいいだろうな東京なんか他人に興味一切ないからな多分人横,横で人が殺されてても気づくのだいぶ遅れるぞ東京の人間いや本当に他人に興味ないよでもう人がめちゃくちゃいるからちょっとでかい音とか ちょっとでかい声とかが聞こえてくるのが日常だからあのね波大抵のことじゃね振り向かない訓練されてるよ東京の人間たちはさあ,あの自動自動でノイキャンがもう耳にあの自動補正かかってるああまたいつものやつねのやつになるまあ実際駅とかの絶対人が寝転がってないような場所でそのホームレスとかじゃない人とかがぐったりひっくり返ったりしてても誰も話しかけたり様子見たりする人いないと思うよ 1000人ににぐらいいじゃないか気にするのまあ多分それ見ててもああ酔って潰れてなんか寝転がってるやついるわぐらいにしか思わないだから多分本当にそのひっくり返ってる人が死んじゃったりしててもめちゃくちゃ人通り多くて1分間にそこを500人ぐらいが行き来してても多分3時間ぐらい放置されないと気づかれないと思う多分同じ駅員とかがそこに違和感を持たない限り多分ずっとそのまま寝転がってるままだと思う 電車に変な人いるのなんか割と日常だからなもう俺も電車で走り回ってるやつとかでけえ声出してるやつとか見ても何も驚かなくなったよ。